万座ハイウェイ料金所万座ハイウェイ、万座温泉川入り口万座ハイウェイは、群馬県安妻郡つまごい村にある一般自動車道。プリンスホテルが管理運営を行っている有料道路である。つまごい高原から万座温泉まで元白根山の中原を登っていく。総距離は 20.3km の高原道路。通行料金は普通車で、片道1070円。 一般自動車道となっており、かつ道路交通法による一部車両通行規制が行われており、歩行者、自転車のほか、50cc 以下の原動機付き自転車及び 125cc 以下の自動二輪車の通行はできない自動車、専用道路の規制標識が設置されている。万座温泉付近の開発を行っていた西武鉄道グループが1973年12月1日に、 共用を始める。万座ハイウェイと鬼押しハイウェイと合わせて浅間白根火山ルートという。当期は同地区を結ぶ国道292号が閉鎖されるため唯一のアクセス路となる。料金所より山頂よりでつまごいパノラマライン来たルートと立体交差するが相互接続はされておらず出入りはできない。道路周辺は標高1000メートルを超える高原地帯となっており、 つまごいプリンスホテルや、つまごいゴルフコース、つまごい牧場や白樺林があり、南方に浅間山を望むこともできる。また、道路の山頂部では、万座温泉を中心としたリゾート開発により、万座温泉スキー場や、温泉宿のホテルが集まっている。山頂で交差する群馬県道466号、牧間又線を経て、四角札道路に出れば、 草津温泉や志賀高原方面へ向かうことができる。ありがとうございます。